ルナ17号の高架ステージルナ17号はソビエト連邦が打ち上げた無人月探査機。1970年11月17日に月に着陸し、世界初の月面車ルノホート1号による調査を11ヶ月間行った。ルナ17号は高架ステージと月面車の2つのユニットから構成されていた。高架ステージはルナ16号と共通しており、 逆噴射ロケットを用いて、探査機全体が4本の足で軟着陸できるように設計された。月面車、ルノフォート1号はその上に乗せられた。ルノフォートの本体は、鉢のような形をした、余圧容器だった。観測装置としては、4台のテレビカメラ、土壌の機械的性質を調べる装置、X 線スペクトル系、X 線望遠鏡、宇宙線検出機などを乗せた。 上部には展開式の太陽電池パネルを装備し3ヶ月間の活動を想定した。探査機全体での重量は推進在込みで5.6トンほどであった。1970年11月10日、ルナ17号はバイコヌール宇宙基地からプロトンロケットによって打ち上げられた。探査機は宇宙大気軌道を経て月へ向かう軌道に乗った。11月15日、 ルナ17号は月周回軌道に入った。11月17日には月周回軌道から離れ、探査機は雨の海に軟着陸した。降下ステージに備えられたスロープが展開され、ルノホート1号が月面に降り立った。その後、ルノホート1号による観測は予定の3ヶ月を超えて続けられたが、1971年10月4日に計画の終了が発表された。 ルノホーとの総移動距離は 10.54km で、この間に2万枚の写真、200枚のパノラマ写真が撮影され、500回以上の土壌の調査が行われた。通信途絶後の消息は長らく不明であったが、NASA の月観測衛星による写真撮影により、その位置が確認された。その情報に基づき、ニューメキシコ州の天文台から発せられたレーザーアコーに、 二千フォトンの反射光を返してきた。ありがとうございます。